はい、おはようございます。あ、ピントが。さ、おはようございます。今日こそ開けますが、これですよね。これスイッチボットさんのロボット掃除機。これほんと6月いっぱいお借りできるっていうことで、1ヶ月限定でお借りしてんのに全然開けきれてない。でも今日もちょっと時間ないんすよね。セットアップとかしないといけないんで。やってみたら多分一瞬なんですけど、なんかいろいろ開封しなきゃとか気負ってしまってやれてないんで、これ今回帰ってきたら速攻やって、なんとか7月中借りれないか交渉、勝手な交渉しようと今勝手に思っておりますが、こちらは先に開けてしまいたいと思います。これじゃあちょっと行きますか。さあ、じゃあちょっと開けていきたいと思います。まずこっちはみんな大好きウランジさんから、あ、これちょっと今ナイスタイミングですね。ここに書いてあります。ビデオアクセサリーズ、トラッカーテックポーチミニ、テックポーチミニですね。ちょっとあの某 P デザインさんの あれを放送させますが、ウランジさんも、テックポーチこれを、導入されたということでちょっと送っていただきました。ウランジさんはね、なんかちょっとこの、まあ言葉悪いですけど P 社的なものを、単に、お求めやすいお値段で提供する以上に、結構本家超えてくるような、必ず1個2個本家超えのなんかいいポイント出してくるんで、まあ、それが大人気のポイントで、ただ単に安いだけじゃないっていう感じなんですけど、こちらが、はい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 、なんかそもそもやっぱ軽い、ちょっと軽くて、コンパクトにこう縮められちゃうというか、あのいい意味でチープなんですよね。あのちょっと今せっかくだから持ってきますか。こちらが、これも僕が普段愛用しているテックポーチで、ピークデザインのやつなんですけど、まあこれにも本当に、こういうカードリーダーとか、実際に今このダンちゃんも必ずここに入れてて、使い終わったらここに入れるってことでなくさないようにとか、基本的にこれだけ持っていけば、テック系のアクセサリーとか、こういうね SSD 入ってたりとか、全部、あとこのレッドのこういうやつとか、こういうのすぐなくしがちなんで、もう必ず使ったらこういうのは全部ここに入れるみたいな運用で、かなり安定運用させてるんですけど、これねちょっとでかいっていうか、まあ素材感もしっかりしてて、やっぱり物はいいんですけど、基本ピークデザインのやつ結構ごついっていうか、まあ、かさばるというかでかいんですよね。これは一回り、ウランジさんのやつは一回りちっちゃくて、素材もいい感じに、ちょっと肉厚が薄い感じしてるんで、まあ物次第ですけど結構いいかもしれないですね。はい、ちょっとなんかいろいろ中のこういう仕切りの使い勝手とかは非常に似てる感じがしてて、ここに3、1、2、3、4枚中敷きみたいなのがあって、ここに大きく開くのと真ん中に狭いのっていうのは、これまさに一緒な感じ。ピックデザインだとここが2枚の中敷きなんです、中の仕切りなんですけど、ここに結局ひだみたいな感じで、ついてるんで、結果4個ぐらい仕切りになってるのが、まあ、こっちだと4枚きっちり仕切られてるとか、そんな感じですけど、まあ、これあとは使ってみてどう感じるか結構でかいんで、ただこのちっちゃい感じはいいですね。これをピークデザイン、あ、言っちゃい、これをウランジさん、みんな大好きウランジさんから送っていただきました。P社ね、 P 社はあれで、今日はウランジさんのやつ。ちなみにダント、先日紹介したこの、ファルカムのマグリンク、磁石マグリンククイックマグネティックブラケットショルダーストラッププロ、これもですね、あのどっから送られてきたんだろうってちょっと心配になってたんですけど、これもウランジさんでした。
ウランジさんが最近結構ウランジさんがなんかいろいろあのドリキンさん好きなものあったら送っていいですかって連絡いただいてて、あもう全然送ってくださいみたいに、ウランジさんならもう安心なんで送ってくださいみたいに言ってたんで、多分それで気を利かせて送っていただいたのがこちらです。ウランジさんいろいろこうコラボしてるせいか、今回もこれファルカムになってたりとか、アマゾンで調べたら、あウランジでファルカムって書いてあったから、あウランジさんだったんだって分かったんですけど、結構なんかそこは分かりにくいんですけど、これもウランジさんのやつ、これちょっと今回都内行くときにコモド X につけて、装着して持っていこうかなと思ってます。後で装着しようという感じですね。ということでウランジさんから、2つ、またレビオに商品提供していただきましてありがとうございます。でもってもう一個こちらがですね、これ多分ですね、なんとなく想像がついてるんですけど、ちょっと開けてみます。なんかめっちゃじゃじゃーん、うわなんかめっちゃいい感じのイノセントコーヒーメイドインジャパンディカフって書いてますけど、東京、軽井沢コーヒーですね。めちゃくちゃスッと、これですね、ででで、わーめっちゃテンション上がる。はい、イノセントコーヒーのメイドインジャパンデカフの、コーヒードリップパックを、これ別途メッセージいただいたんですけど、高一さんっていう視聴者さんから、バックスペースマガジンのメンバーの方でもあるんですけど、救援物資としてコーヒー好きだってことをご存知で、かつ僕はデカフ、最近デカフメインで飲んでることもご存知で、コーヒー送りましたということで、メッセージいただいたんですけど、軽井沢のデカフ、ちょうど渚さんからいただいたやつも昨日ドリパパと飲んで飲み切ってしまって、おーって思ってたところにナイスタイミングで救援物資いただいてしまいました。これはありがた中のありがた。ちょっと遠慮なく飲ませていただきます。じゃあちょっと小市さんにいただいたコーヒーをいただいてみます。うん、あこれもさっぱりして美味しいですね。また渚さんにいただいたのとは違う、でもどっちも明らかにこう高級感のあるというか、美味しいデカフコーヒーいただきました。じゃあちょっとこれまたちょっと荷造りしてまた都内に行きますか。ちょっと今日は早めに移動しようと思っております。うおーまさかの結構な渋滞ですね。タラタラ渋滞、なんかいよいよもう高速道路も混まないのが当たり前みたいな感覚になってたんですけど、やっぱりもうトラフィックがかなり戻ってきてますね。早めに出といてよかったです。とりあえず今都内に向かっております。ででーん、またまた帰ってまいりました。ですね、とりあえず今日は一旦ここにゲーミング VR チャットできる環境、まずは速攻、セットアップだけしてちょっと、オフ会に行こうと思ってます。毎週日曜日毎週オフ会しております。このPGYTechのテクノラップでしたっけ、これが増えてめっちゃ幸せになったんですよね。これでこの中には、これもちろんメタクエストプロで、ここにこれがですね、粘着がすごいな、ね、マウスでしょ、であと AC アダプター系、そしてここにこれ非常に重要なんですよ、僕の最近のトラベルでは非常に重要なのが、よいしょ、トラベルルーター、これだけあればもう繋いだ瞬間にいつもの Wi-Fi 設定が完璧にこのデバイスとか全部速攻復活するんで、接続するんで、トラベルルーター最高です。そしてパフォーマンスもめっちゃ安定するんで、これが必須なんで、ここら辺全部この、ラップに全部入れてんで、めちゃくちゃ快適に持ってこれました。はい、ということで、ものの5分かからずに、ここに
いつでも VR チャット VR イマーストで仕事できる環境が構築できました。いやーだいぶいいですね。あとちょっと今回新規導入したこのタップ、電源タップ、タップがねホテル足んないことが多々あるんで、ここも結構少ないんで、これも良かったですね。でここの USB-C ポートがあるやつにしたんで、ルーターはここから給電できるようになったんで、実はこの AC アダプターが1個減らしたんですよね。それも結構大きくて、これ結構邪魔くさかったんで、最適化が1個また進みましたこのラップがすごいことになってます。ででーん、両国第19です。ここあのロック板のない有料駐車場なんですけど、上限2800円、大丈夫ですかね。そしてこれカード本当に使えるかな。結構カード使いますって言って使えないあのパーキングが意外とあって、この間も清水さんの対談の時にえらい苦労したんですけど、もうこれは明らかに機材がすごい最新感があるんで、これは大丈夫そうですね。でちょっと今日はここに止めて、両国にやってまいりました。さあ目的地はこのちゃんこなんですけど、なんて読むんでしょう、どっちだろう、同じお店がこっち側にもこっち側にも同じ名前であるんですけど、ちゃんこともえ型って読むんですね。どうもです。あ、いた、お疲れ様です。いたいた、店長です。シグマ FP だと思われますこのカメラを構えながら会うっていういつものパターン。 FP でしょ、 FPL です。お疲れ様です。シグマ FPL ですね。お疲れ様です。2人になって気が大きくなったんで、あ、ピーターさんも来た。みんな3人になって気が大きくなったんで、これはいけるでしょ。これはもう10分前ですけど、ちょっと、あ、じゃあ全然、はい、準備してもらえないと、ね、行きましょう。お疲れ様です。あ、アップルティーですね。アップル T シャツ、さすが iPhone 部長だから。そうですよ、あのカメラは iPhone です。カメラも iPhone ちょっと早いけど入っちゃいましょう。入っちゃい、ちゃんと英語のメニューだ。あ、本当だ、すごい足跡ある。めっちゃいい匂いしますね。くすいたんだけど、めちゃくちゃいい匂いつかなく、こう、そう、いい匂いっていうか、なんか線香みたいな。確かにすごい、めっちゃいい感じですね。すごい、これ全部貸し切りですか。一応ここ続々とやってまいりました。呼び出しが来ちゃった。はいはい確かに呼び出しに似て、めちゃ似てんですよねあれ、サンクチャに出てた人だ今日は清水めっちゃちょっと寄せてきてない、今日完全に寄せてきてんだけど。リアル中地さんが来た。どうもどうも、初めまして、よろしくお願いします。あ、みんな続々と来ました。あ、意識高い意識高いのよね。これでそっからキャッツモニー、あ、最近みんな意識高いんですよね。やばいやばいやばい、すごい、ありました。え、売ってんですか、もう店頭で、ヨドバシで。すごい、今日しか買いませんよ。何でしたっけ、アレイ、エイライ、すごい、やば、いや、そうですよね、発売してすぐぐらいですよね。やば、まさかの大物大物来ました。いやいや、これ動画ネタにして大丈夫ですかこれで告白するしかないです。これはね、散財して自己肯定した。そうです、なるほど、まんまと店員さんに。いや、もう金が、他の待ち時間においしくらする。そうです、これ10万ちょっとです。うん、でもそれ性能考えたらめっちゃ安くなってますよね。あ、それとちょっと違いますね。すごい、いきなりでかい散財が出てきてびっくりしました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいです。西の方とかつってね、ちょっと人が行きたいですね。しっかり神座に沿ってますね。神座もこれが神座だよ神座これ
これが社会。怖いな。え、じゃあ皆様も。カメラの数。いや、あの飲み物持っていただいていいですか、ね。はい。カメラと。カメラと。はい。じゃあ、あの、え、普通でいいですよ。普通で、うん。じゃあ皆さん、あの今日はありがとうございます。はい、乾杯。乾杯。チャーシュ、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 お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。はい、十六ミリの F2.8 です。完全に赤ちゃん状態です。いや意外とコモドに来る人が意外といそうっていう、この回をやると潜在板倉社長見てますかいますよここにじゃあすいませんお先に失礼しますはい、じゃあ引き続き楽しんでくださいではではちょっと今日はこれからもう一件ホテルに急いで戻って今度 VR でイベントがあるんでそちらにはしごさせていただきますということでじゃあ今度は VR チャット内で二次会ではないんですよねちょっと今日イベントがあってですねどうしても今日の日に集まっていただいて、イベントをするっていうことであのピチコさんがいろいろセットアップしてくださったんで、ちょっとここで、集まろうということで今日はそんな一日になると思いますこの VR チャットの中の映像も少しそろそろちょっと動画撮り始めててなんか散財小説の中にもこの VR の中の要素もお届けできるようにしたいなと思ってるんですが、編集撮影失敗してたら今日の Vlog ここまでですうまくいったら、この後に VR チャットの世界も少しだけお届けできると思いますが、そんな感じで今日も、なんとか充実した一日を送れましたYeah, it's such a clap. And it's such a clap.